イヤリングがな、どんどん減ってくな、私の。これで。こんばんは。そうやってコンタクト入れるのすごい普通じゃないですか。どうやって入れたっけ。どうやって入れたっけ。今ねご飯食べて、まあ6時まで時間あるなと思ってぼーっとしてたら6時過ぎてた。お母さんに今日聞いてポニーテール巻いたんだ、取れちゃったけど、ちょっと一回何分したかな、30分くらいお昼寝しちゃったからあれなんだけど、そう今日はワンピースですね。これはなんかガンダムみたいだけど、いやー、そうです、もう終わりましたよ。私のお家はね、普段お好み、あ、今日お好み焼きだったんですけど、あれなの、私のお家はあれなのよ、ちょっと待って、だいたい5時から6時の間、6時すぎ、まあ7時までくらいにご飯食べるから、今日は配信があるから、まあ、6時までには食べ終われるように5時から食べ始めた。今日はこの服はワンピースじゃないんですよ、実は。今日見てください、ズボンなんです。なので結構運動できます。あ、ちなみに靴下は見えますかね、クリーミーマミです。そう、ズボンです。髪染めたことないですね。え、なんかメイクちょっと取れちゃって、ちょっと悲しい顔してるけど気にしないで。そう、ポニーテール、ポニーテールってね配信に向いてないんだよね、見えないから。ちょっと上の方にしとこうかな、配信用に。髪染めたことないの？染めたことないよ。こんばんはつ。そう、今日ゆいりさんの誕生日です。ドボンアップでないか初だったね。で、私ね、それさっきね、755で言われて気づいて、で、なんか見たんだけど、でも全然ね、あれか、私のとこ変わらなくて、なんかアップデートかなとかと思ったけど、一回電源消さないとダメなのかな。でもあのアップルストアで調べた時のアイコンは私になってた。ちょっと顔がパンパンだけど、そうだです。あ、私の二の腕が見えるわ、恥ずかしい。退散退散。私のプリプリの、ちょっと待ってね、絶対綺麗に結べなかった。痛たたいたいたい、はっ、え、変わんないやないかい、え、変わんないやないかい、え、変わんないやないかい、変わらないやないかい、高さか、なんやねん。そう、クリミマミ知ってますよ。ちょっと配信の時にさ、配信の時にポニーテールするとさ、寂しいんだよね、画面が。そう、こう見えなくなっちゃうから寂しい。こんくらいかな、むき、見て、ふん、あ、これ肉じゃないな。筋肉だ
かと思ったけど筋肉知らないのこれ。こんばんは。ん？チャンレタスさん、ありがハート。うんうん。よし、見えないけどここで師匠をつけることで髪飾りが多分見える。あ、ちょっと結んでる感が出たね。オッケー、ちょっとだけさっきよりアレンジしてる感が分かるんじゃないでしょうか。ピアスしてんだね。まあイヤリングだけどね、正式には。そうです。うん、その服今日初めて着たの。のこれはもう2回目くらいかな。S のペアットマーク UF さん、ありがとう。そう、髪を結んだんです。今日はポニーテール、ちょっとリップの色がなくて死んでるみたい。マキさん、ありがハート。そう、8の日2回全部出るんだね。知らなかったです。なんかどっちかかと思った、いつもみたいに。そしたら、そう、最初から、あの、そうなんですよ。そしたら2回全員だった。なんか私に可愛い曲とかっこいい曲、まあ全体曲でもユニット曲でも、じゃあ可愛い曲は例えば何してほしいとかありますか。何、女の子ってすごいな。最初の何、これなんて言うんだ、眼鏡。調べみよう。じゃあ私に可愛い曲、なんかユニットとかやってほしい曲とかあります。あ、メガネか。メガネじゃないかい。ハードルのくせんかいか。ハートが取れるです。エドの日って2公演とも出るの？2公演とも出ます、あれ全部、全員が。そうなんですよ。マルキーは多分、まあやりたいけど、私が任されることはないでしょう。うねる、ここが。納豆エンジェルはやだな。天使の尻尾、かっかと伝説、結構やったことある曲を、ね、パジャマドライブもあるんだよな。なんかやったことない曲ないかな。大人っぽくなったね。まあ大人になったんでね。あの帽子ね、あんまかぶんないよ普段。なんか違う衣装になるの。なんか前髪が、あー最強ツイート。でも最近さめっちゃやってるよね、なんかコンサートで。結構やってますよね。あー、ケミとカップリングウィズ、カップリングの君は表とは違うよね。なるほどなるほど。じゃあ次は、かっこいい曲でやってほしい曲はありますか。
シングスさん、リカハートを初楽しい。お、言ったな。あ、クマのぬいぐるみ懐かしくないか。やったな、クマのせい。シュビドビトタッタビヤ、シュビドビタッタッタビヤ、純情ディバー、もうディバー、ディバーいいよね、かっこいいよね。マックスがよしかしくさ、ハート3つありがとう。こんなに奇跡は間に合わないだろう。12巻クロスメイクノイズ、どういう顔でないラブな。最近結構やったことある曲多いね。黒い天使もやってたし、熊本で風は吹いてるもんね。熊本でやったんだよね。それでも未来へ風は吹いている、頬に感じる命の息吹。純情主義ってあれですよね、私やりたいんだよね。ほっ、ちょ、それは残念少女や。あ、せん、1994だっけ、ほんとは1994の1994年のライブエイティはないんでしょ。やりたいよ、私も。やったことないんだよね。ブルーローズエスケープ。あ、いいね。かっこいい曲の方がでもやっぱ私好きなの多いや。フラストレーション。大阪の暗闇の初が良かった。ほんと？大阪の、私やったね。いいと見てくれたの？絶対暗闇私一番後ろにいたよね。すごい優しい。あ、バードいいですよね。愛は羽を失った飛べない鳥。でもこの曲一人しか歌われなくて、そう、例えばもしこの曲入りましたとかなった時に、あのメンバー的にはセンターだったらもう嬉しいかもしれないけど、センターじゃない子が二人いるって考えた時に歌われないのショックなんですよね。めちゃめちゃやりたいけどだからさ、そうやりたいけどさ、なんか本当に自分が例えば愛知でやる時とかだったらもう堂々とやりたいなってなるけど、なんかそういうメンバーが出るのはかわいそうだなって思っちゃう。そうそう、ユニットってそこしかもうさ、ユニットにどれだけ自分の見せ場を作るかに命がけだから、まあ歌わりがなくても頑張れみたいなあると思うけど、やっぱ歌わりがなかったら寂しいよね。いや、シェスのアクセルはねめっちゃやりたい。ジュニアさん、かわいい、尊い、かっこいい、ありがとう増えた、ありがとう。家出の夜で、あるね、あるね。16期のこのイメージ、ユニットかソロだったらどっち？そう、ユニットかな？自分の好きな曲の方が踊ってる時テンション上がるとかある？ありますね。全然ありますね。例えば、私、熊本ツアーの時に風が吹いてる初めて踊ったんですけど、めちゃめちゃ好きで、もう踊ってる時もうテンションバクバク、爆上げでございました。前髪が短い。もうね、超好きでして、踊りが。あのね、風が吹いてるのいいところってね、すごいか、なんかダンス難しそうに見えるんだけど、結構簡単なんですよ、振り自体は。まあ、簡単まではいかないけど覚えやすくて、すっごい難しいわけじゃなくて、あのそんななんか難しくなくて、まあ、どれだけかっこよく見せれるかみたいなとこあるんだけど、そうなんかだからすごいやりやすかったし、愛の存在ね、あれ結構明るいですよね。この世界は幸せ、これ愛の存在だっけ、めっちゃいい匂い。手もでもの涙、懐かしい。これさっきからさ、アニメの題名入れてる違うわ。日暮らしの泣く頃にっていうアニメなかったっけ。
りが一番難しいのは、私はでも難しかったなって思い出があるのは、僕たちは戦わないかな。まあ難しかった。僕なんかね、これね、なんかね、わーっと戦う、なんかね、例えば47の振りとかだったら、47の素敵なあの街へって、こう切りのいいところで振りが変わるじゃないですか。47のみたいな。でも僕たちは戦われて、僕たち、ここないんですよ。わー戦わないって、なんかこの言葉の中にめちゃめちゃ振り変わるの。それが難しかったね。なんか最初もちゃん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 、僕たちは戦わない、あ、ここら辺あれか、を信じてる、ちゃん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 、振り上げた愛情の拳、誰も下ろす日が来る、ちゃん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 、なんかほんと振りが変わりすぎて難しい。アウトロも一番難しい。じゃらららららら、じゃん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 、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ、シックス、セブン、エイ、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ、シックス、セブン。難しいね。今やっても難しい。合わせるのが難しいんですよ。そう、ディアジェ、ちょっと前髪直してもらおう。シブパラ出たことあるって聞いてた。シブパラってあれですよね、ももちゃんのラジオですか。ありますよ。あれでもももちゃんがね、確かいなかったんだよその時。そう、ももちゃんと一緒に出たことはないんだよね。大変でした。これは全然覚えなかった。ノーエンマンの振りはね、そんな難しくないよ。ノーエマンは、あの、私は綺麗にはミスれないんだけど、ダンスの基礎がないから。そういう面では難しいかも。綺麗にミスるのは難しい。けど、振りの内容自体は、そんな難しくないと思います。タンタタン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 、ダンダンダラダダダンダン、絶対に無理だって世界中の人に言われたわ。ほら簡単やろわーそんな感じ。おわーい、これもこうだし、ダラダダ、言葉に何度も何度も傷ついて、でもその度に僕強くなっていた。はい、いきますね。だから簡単に決めつけろ、あーい、はい、簡単ですね、この辺まで。はい、届かないくらいに。そう、宇多田さんは18です今。誰もが諦める夢、はい、腕を回す、腕を回す、あ、ここら辺もだって覚えやすいでしょ多分。のあめ、さっきの僕たちと比べたら覚えやすいですよね全然。のあめのあめ、はい、へい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 、ありえないことで。そうだから、ノーエマンはなんか結構さ、発売された時 AKB 史上最高難易度とか音楽番組で言ってたけど、メンバーの中ではそんなに、まあ綺麗とか難しいけど、振りとかボールの自体はそんなに難しくないよねって言ってました。ただ振りがなんか形がちょっと独特だから、ちょっとバタバタしてるように見えちゃう、下手だと。私とかが踊るとっていうところがすごい難しいですね。まあだから難しいね。タンベマーボーさん、ありがハート、おかきさん、ありがおんぶ。涙の表面張力いいよね。そう、フリートポジション覚えるの本当にすごいと思う。私もギリ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 、さよならが言えないよ、やめて、ほほんが涙のダムが、うん、黙ってる胸の悲しみが、やりたい、
私うざいヨコちゃんのしか踊ったことないんだよね。こんばんはイエーイ。そう僕とったら難しいです。うざはねこれしかヨコちゃんのしか踊ったことない。でも本家はめっちゃ難しいよね。なんかこのやつですよね。でーて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 ー。あとそうヨコちゃんの方だったらじゃあドゥイータンテンテンそうやに多分ハンカーがね、なんだっけな、総選挙かなんかのイベントだったんで、そう正面とさ、あとなんか正面からとこにいて見えなくてもよくみたい。でもちょっと工夫したんだよ。ありがとう。一回フリーしたらどれくらい忘れない。あでもねあのね曲によるけど、本当に例えばなんかあんま例えばレッスン期間がなんか全然ない曲とかで一回振り入れするじゃないですか。一回振り入れしてもあと自主練習で、まあ、覚えてコンサートして忘れることも多いけど、レッスン期間が長かったりしたら振り入れした振り入れの時も多分気持ちに余裕があるし、たくさん練習するから覚えるし、あとなんか結構自分が好きな曲とか覚えてるかも。なんか全然私が覚えてないなって思うのはなんか私がエイトの日のキュートで出た時に必殺テレポートとかやったんですけど全然覚えてない。トゥルトゥ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 ディカナタマディ二人ナナナナ全然覚えてないと思う、うん、これ全然覚えてないんだよね。そうエイトの日のキュートのやつあんま覚えてないんだよね。なんかエイトの日のキュート大阪の一個前かなの時はねなんかあんま覚えてないんですよね。あの時やった曲コンパハツハチュー。逆にねあーでも熊本ツアーとか多分今も全然踊れると思う。熊本ツアータラタタラタタラタタタタタラタタラタタラタタタタタラトンテテ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 ミガハートを初楽しい。イエーイ。ワクさん、お花ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。チョコミントさん、ありがとうるま。そんな感じでしゅね。そんな感じでしゅ。だー。ありがだるま。うん、そう。ミヤリンがかわいい。ありがとう。あとこんばんは。こんばんは。こんばんは。マックス、ウシマサクスクサ、イガハート、ラスクサ、イガハート。ニコ生で熊本ツアーの振り返り放送。あ、ありますよね。私は全然いいけど、あるよね。ラスクさんありがとう。あとこんばんは。今日は何してたの。今日はあお母さんと買い物行きました。歩いてめっちゃ歩きましたよ。3時間くらい。そうそうなんです。ちょっと待ってね。映画の撮影はまだ全くしてないんですね。
えとこは予約始まったね。で決まりましたよね。でも私はしばらく出ないの。わかんない。でもね、地方にいる子はリハがね参加できないから。ここだけは言って秘密ね。そう、地方にいる子はリハが遅れちゃうから、リハ終わってからじゃないと出ない。愛知雨降ってないの？降ってない。今日めっちゃ暑かった。もうね、あれね、日傘本当に男性の方も差した方がいいよ、絶対。日傘あって歩くのと日傘ないの全然違う。うん。こんばんはつ、ひらぎさん、ありがとう。私、ね、歩くんですよ、結構。なんか結構、駅と駅の間全然歩けちゃうタイプなんですよね。お母さんが歩くの好きだから。早く出たいですけど、ひろぎとまかつくさん、ありがとう。こんばんは。つうつよりも遠い場所は見終わりましたか？はい、見ましたよ。結構前に、もう結構前に見ました。見終わりました。面白かったです。見て、ちょっと昔のもう私たまにコンサートとかでするけど、髪型そう、ちょっとボナイコ漏れてる自撮りに変えてくれないかな漏れてる自撮りに変えてください。ちょっと更新されないから一旦 iPhone の本体電源消してみました。でも嬉しいですね。私そのアイコンになるってことを知らないでやってたから、なんか得した気分まあ山手線のさ、そうね、山手線って、東京って、まあでもそうね、愛知もあんまそんな変わんないかも。愛知も電車にいるけど、愛知も地下鉄だったら一駅くらいだったら全然歩けると思うけど、東京も結構さ間隔狭いからね。なんか結構田舎あるあるみたいな。え、ダメだ、はずか、まだ大竹ちゃんなんだけど、まだまだ全然大竹ちゃんなんですけど、うん、なんでアップデートどうやってするんだろう。これどういう感想？日傘差してる JK 見かけたけど可愛かったって、大丈夫？大森さんまあそうですね、日傘差してる、私もね、日傘とか差してなかった時に日傘差してる人見たら、わーすごい女子力だなと思ってましたけど、なんか今は日焼けしたくないっていうのがまあ8、いや5割で、5割は普通に暑い。生誕祭はどの公園でやるか、メンバー選べられますか。あー、希望は言えますよ、多分この公園でやりたいんですけどとか。でもそういうこと言わなかったら基本気づいたら決まってることも多い。だからね、アプリ更新しようと思って調べたんだけど、別にアップデートとかならなくて。ひらぎとまかつくさん、ハートありがとうございます。こんばんはつ。日傘さしてランニングってすごくないですか。お高い100で目使ってないですよ、そんなに。普通のです。男子だけど日傘さしたい。え、さした方がいいよ、絶対。あのね、日傘ささないと私暑くて出れないもん。私はすでにこんがり焼きました。マジですか？早いですね。そう、服これ多分オフショルなんかな、分かんない。みんな今日は顔がちょっと悲しい感じの顔ですね。私は飲む日だけど目は飲んだことない。そう、まさかのね、このね、コロナになってからのリハできついのはあれですよ。マスクしないからどんなきゃいけないんですよ。
もうね、私マスクしながらやったらほんと気持ち悪くなっちゃって、なんかこの神奈川のコンサートでも一回マスクしながら、エイト曲のメドレーがあるんですよ。あれでメドレーちょこちょこ出て、1曲休んで出て1曲休んでってするんだけど、私ほんと最後の2曲くらいがきつすぎて、もうゲボ、あ、ちょっとアイドル的な言葉で、あ、リバースしそうになっちゃって、リハの時にレッスン上のね、マスクしながら、なんかこれちょうどここにマスクがあったんですけど きついと、こう私は歌う時なんかマスクしてくださいって、まあ本当に体調悪くなったら外していいんですけど、基本的にマスクはつけとかなきゃいけないんですよ、感染予防のために。でこれをつけるんですけど、このマスクって何があれかっていうと、苦しくなるじゃないですか、マスクして踊ると。で苦しいから息吸うじゃないですか、って踊りながらね。そしたらマスクが口の中に入ってきて息ができないんですよ。苦しいから息吸うのに、マスクが口の中入ってくるから息もうこうやって止められてる状態なので、吐くじゃないですか。もうそれが踊りながら、それだと本当にね苦しくて、もうねきつい、すごく。で本当に気持ち悪くなっちゃって、ちょうど蜂の巣ダンスを踊ってたんですけど、その時 蜂の巣ダンスを踊ってて、私選抜の後ろにこう並ぶんですね。16人の後ろにこう2列で並んでたんだけど、私2列目の、私その2列で並んでる一番真ん中にいたんだけど、もう本当にね、踊りながら「おい!」って もうヒカルンとハルペンはここにいたんだけど、私この間で「おい!」って言いながら踊ってて、ほんと気持ち悪くて もうドスの効いた声が出るくらいほんと気持ち悪くて、そのスタッフさんが来て、「あ、もうマスク外していいよ」って言って水を買ってきてくださって、まあ水飲んで、まあマスク外してたら落ち着いたんですけど、ほんとにきついです。でも逆にリハの時にマスクするから本番は楽に感じる。そう、でも本当にきついから、みんなも、まあ、マスクしないといろいろと言われちゃうご時世だけど、自分が相当やばいと思ったら取らないといけないなと思った。取る勇気も必要だなと思いました。そう、本当にねきついです。でもなんか、そうそう、なんか高い山で走なんかそう走ったりすると、地上に出た時に、まあ、強いみたいな、こう酸素が薄いからみたいなのあるじゃないですか、トレーニング。まあ、そんな感じでマスクしながら踊ったら、そうなんですよ、マスクしながら踊ったら苦しいから鍛えられて、本番結構楽に感じるみたいな、そういうのはいいです。それはいい これ言っていいか分からんけど、ひなのがさ、AKB に入っていた時に、ひなのが AKB 入った時にさ、ひなのコロナ前からマスクつけて踊ってて、だからね、コロナ前は、でも逆に、なんかその、なんだろう、撮る時とかはマスク外したいといけなかったんですよ。なんだけど、まあ、だからそういう時以外はマスクつけてて、ひなの。なんでマスクつけてんの?って言ったら、ダイエットって言ってましたね 今はダイエットしてます。そう、私ね、多分基本的に暑がりなんですよ。暑がりっていうか、そう、暑がりなんですよ。基本的に暑がりだし、なんかこうリハの時とか歌うじゃないですか。調子乗ってね、歌いまくるとね、ほんときついよ。でもこれでトレーニングしたら確かに強い相手になれそう。そうそう。チョコミントさん、ありがとう。ひなの面白かったんだ。そう、こんばんは。でもね、熱中症とか、まあ、私熱中症じゃないと思うんだけど、自律神経なんだけど、なんかさ、人間ってさ、倒れるとかなった時体調悪くて、予防しましょうとか言うじゃないですか。熱中症も、まあ、水をちょこちょこ飲んでとか言うけど、あ、やばいって思った時にはもうどうしようもできないんですよね。もうね、やばいと思ったらもう倒れちゃうから。だからといって、じゃあその前元気なんですよ。元気だから気づかないんですよね。
そう、まあ私は熱中症ではないんですけどね。そうそうそう、スタッフさんから連絡が来た。ガッキーさん、ありがとう。そう、そうそうそう、まあまあまあ、私はでも熱中症になったことがあるのかちょっとよくわからないけど、そう、ハト本当に痩せたね。嘘、痩せました？あれじゃない、私あんま上半身こうここあんま開けた服着ないから痩せたように見えるだけな気がする。そう、まあ、私ね体型がウェーブ体型だから上半身あんま出しすぎるとペラペラなんですよまあ見ての通りペラペラなので、まあいい意味で言ったら上半身はでも華奢っていうほど華奢でもないんだよね私。まあでも 細いから痩せたように見えるのかな。まあでもね痩せたんですけどちょっとだけね。あのね、あるお仕事で体重を書かなきゃいけなくて、体重を書かなきゃいけなくてでもその時本当に太ってたんですよ私本当に太っててやばいと思って、え、この体重を書くのは相当やばいぞと思って、その体重から3キロ引いた体重を書いたんですよでもそれには理由があって、そう、まあなんか撮影みたいな感じだったんだけど、撮影、うん、そうね、そう、さっつんさん、ありがハート、ありがハート、そうそうそう、よくさ、そう、衣装とかでさ体重と か身長とか書かなきゃいけないんですよ。そう、身長とかあと靴のサイズとか、そうんで、そうなの、そう、ゲームの撮影の時とかねだからでもこの撮影の時までに3キロ痩せれば嘘ついたことなんねえなと思って書いて、まあ無事でもあと 700g くらいですかね。そう、今 700g 痩せたらその嘘ついた体重になるんですよ。え、すごくないですか。え、でも何もしてないんだけど、そう、バンジーの時はやめとくねそう、書いたら痩せるかなと思って、そう、書いたら私はあんまり人間に対して嘘をつけないから、もう書いたら意地でも痩せるかなと思って書いたんだけど、え、まあ 700g だったらさ、あ、ちょっと太っちゃいましたみたいなまあちょっと太っちゃいましたかねくらいで済むじゃないですか。あれってそんなわかんない、 700g だったらわからないから、そう、セーフセーフセーフ秘密だよ、これ秘密だよ、これ秘密だよ、秘密だよ、秘密ね、スタッフさんにバレたら怒られちゃうから秘密だよそう、いやでも体重ってさ正直測んないと分かんないじゃん。そうだから、まあ3キロくらい、まあごまかしてもバレないかなと思って、まあそれまでちょっと時間あるし、それまでに3キロ痩せればいいか、秘密だよ。ありがとう、ワングのマンノロワングスカルさん、ありがとう、秘密。そうそうそうやね、岩盤浴行って汗流したら多分私その嘘ついた体重になるから、そうなんですよ。でもね私ね、なんか痩せるために何かしたわけじゃなくて、なんかおととい3日前くらいから何をしたかって、体重を記録するようにしたんですよ。そしたら体重がね
え、どんどん下がっていくの。なんでだろう。体重計はちゃんと壊れてないんだけど、体重がどんどん下がっていくんだよね。で、別にね、特に今日だってお好み焼き食べたし、昼ご飯は、あ、昼ご飯はね、昼ご飯はなんとスガキヤスーちゃんのザルラーメンを食べました。ふみてぃさん、ありがとう。そうそうそう、そうだからね、意識したら多分無意識に多分あんま、でも今日アイス2個食べたから太ったかもしれないけど、まあ気にせずいきましょう。誤差誤差。あの、私ね、今日ちょっとファンの方にねおすすめしとこうと思って写真一応撮ったけど、スガキヤのザルラーメンってだいたい毎年ね夏に発売されるんですけど、390円、今日は食べたの390円だから間違いないようにね。でもね、スガキヤスーちゃんはね店舗が中部地方とかにしかないんだけど、確か、そうそうそう。で、なんかスズキヤスーちゃんのそのザルラーメンが私本当に大好きで、もう毎年夏になったら必ず1年に1回は食べるようにしてて、でも去年コロナでねあんま外出なかったから行かなかったんだけど、受験もあったからね。そうそうなので、なんかいつからだろうな、もう小学校くらい、中学校かなの時くらいからスガキヤスーちゃんのザルラーメン食べてうまーと思って、もう夏になったらそれを食べたいなと思っちゃう。食べてみて。なんか麺が美味しいんですよ。別に特に何が乗ってるとかでもないんだけど、麺が好きです。そうそう、だからぜひスガキヤスーちゃんが近くにあるか、そう、ラーメン屋さんです、愛知の。普通のスガキヤ、普通のスガキヤスーちゃんの基本的なラーメンはあれ汁入ってるじゃないですか、あったかい。でも夏だからザルラーメンだから冷たい、つけるあのごまだれとポン酢みたいな感じ、ポン酢じゃないか、まあ醤油みたいな感じの2種類があって、好きな方につけて食べるんですよ。そう、海苔は自分で入れます、袋に入るから。そう、美味しいです。あったんだ。そうそう、美味しいです。昔はあったんだね。そう、でもあんまりあったかい方のスガキヤ、ベーシックなのはそんなにたくさん食べてはないけど、まあでもやっぱりなんかこう結構大きいショッピングセンターとか行くと、結構愛知だとねどこにでもあるんですよ。基本的にまあそこそこどこにでもあるから、なんか家族で行った時に昼ご飯どうするって言われたら、まあ安いんですよね。まず500円以内で食べれるんですよ。だから安いし、外で食べたと考えたら、そう、もうスガキヤでいいかなって思って食べて、美味しいから食べちゃう。そう、美味しい。え、ジャスコってなくなったんだ。ジャスコなんか行ったことあるけど、なんかジャスコってさ、イオン系列、そういうわけじゃない、イオン系列だった。結構どこにでもあります、どこにでもあります、スガキヤちゃん本当どこにでもある。もうそういうオースとかそういう観光地にもあるし、ショッピングセンターにもあるし、まあ本当すごいとかだったらちょっと大きいスーパーとかの中にもあるしみたいな。まあやっぱそうなんだ。イオン、ジャスコってなんかよく昔聞いてたな、恥ずかしいですね。食べた後、コナミ行った時に、いいやった、美味しいよね。
でラーメンってさ、普通のさラーメン屋さん、あの個別で出してる、個別で出してる、普通の店舗で出してるラーメン屋さんって、だいたいラーメンって1000円くらいするよね。なんかラーメンって高いなって思ってた。どこでもあります、本当にどこでもあります、どこでもありますから、ちょ見てみますか、店舗見てみますわ。いや本当どこでもありますよ、本当にどこでもあります。ちょ待って、ね、でもね最近ねちょっと店舗減らしてたんだよねどういう会話って感じなんだけど、あ大阪にもあるの、もうそんなわけじゃない、スガキ屋。そう最近ね続々とね、なんか京都してる店舗がね、お待って、でも結構いろいろあるよ。だって兵庫もあるかもしれない、ある、兵庫ある、兵あるよ兵庫。え結構愛知、まあ愛知はねやっぱりいっぱいあるね、本当に愛知はたくさんあるけど、もう地図にいっぱいって感じだけど、静岡もあるね。静岡は12、このラーメンすがき屋とこのマークが違うのはちょっと違うのかな、あの女の子のマークは12345666あるね。岐阜は、あ岐阜はめっちゃありますよ、岐阜はめっちゃあります。石川これ押したけどなくない、石川はないんだないのになんでなんで押せるようになってるんだ、なくなったのかな。あ福井もないのに押せるな、なんでや。あ滋賀はあるわ、滋賀は結構ある、ぽいぽい。ちょっと高級なお店もあるんだね、知らなかった。うん三重もいっぱいあるし、奈良はないね、奈良はないのに押せる、なくなっちゃったんかな。大阪もあるね、京都は1店舗あるね。うんって感じです。ぜひ、石川ないよね、石川とか福井押せるのになかったちょっと期待させてからの落としが入ってたあやっぱ潰れたんだ、うん、そんな感じがするね。そう関東は全くないですよ。あーわかる、スガキ屋のラーメンはそう、たまにすごい食べたくなるのお父さんがねすごい大好きでね、よく食べて、なんかほんとショッピングセンター行くと結構どこでもあるから、なんか、うん、お父さんあんまりショッピングとか好きじゃなくて、こう買い物とか行って私たちがね見てる間ソファーとかに座ってんだけど、ちょっと俺スガキ屋食べてくるわって言って一人でフードコート行ってラーメン食べてます。まあ、大体一人でラーメン食べてる哀愁漂うおじさんがいたら、まあ20日の父かなと思いますね。え何ラーメンっていうか、なんかねスガキ屋のラーメンって感じ、なんかうん多分あるとは思うんだけど、なんか私は印象的に醤油ラーメンですとか豚骨ラーメンですって感じじゃなくて、もうスガキ屋のラーメンですって感じ、味は。まあ、何味とかあるのかもしれないけど、4ヶ月になるんだ大阪は。ヌドギウッディン、ヌドギウッディンさん、ありがとう、ありがとう。そうモリモリタンアットマーク、んちょっと待って見えない、リンダリンさん、ありがとう。和風豚骨って言われてる、でもね、あんなんか本当になんかスガキ屋スーちゃんの味って感じがする、すごくなんかスガキ屋スーちゃんの味を求めて似たやつを、なんて言うんだろうな、例えば醤油ラーメン食べたいなって思ったら何店舗か候補あるじゃないですか。豚骨ラーメン食べたいなって思っても、まあ、何店舗かあるけど、スガキ屋スーちゃんのラーメン食べたいなってなった時に変わりはないんですよね変わりはないんですよね。でもね逆に豚骨ラーメン食べたいなと思ってスガキ屋スーちゃんのラーメン食べに行くってこともあんまないかも。そうなんかもうスガキ屋スーちゃんの味はこれって感じです。ぜひまあ愛知とかそういうある店舗が近くにあるとこに行く機会がありましたら、ぜひ
安いので、まあ休んで、まあちょっと口に合わないなと思っても、まあ安いのでぜひ挑戦してみてください。まあ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 、タンベマーボーさん、ありがハートも、山猫坊主さんもありがかわいい。あはソフトクリーム、そうそう、唯一無二だから、うん、そう、ラーメンのソフトクリームね、安いんだよね確か。でもね、値上げとかしたかもしれないけど、100円とかで昔は買ったかな。今何円で買えるんだろう、100円で買えるかな。で私なんかバニラソフトクリーム食べれるんですけど、半分くらい食べたらなんかちょっとここら辺がムカムカするタイプなんですよ。そう、結構濃厚なバニラアイスクリームとかも特にそうなんだけど、でも美味しくて、結構あっさりめですね。でもあっさりしてるけど、だからね、私はねいつもね妹とかの一口もらうタイプなんだけど、そう、ラーメン食べた後に、あ、でもお父さんはラーメン食べた後にあのあんこのやつ食べてる、ぜんざい、ぜんざいかな、なんかソフトクリームが乗ってるあんこのやつをよく食べてます。うん、ラーメン感はまあないんじゃないですかね。なんか確かに赤いです、赤い、かゆい、ぜひ食べに行ってくるさい。だよね、100円か110円とかだよね。お店、そう、カップラーメン、でも私スガキヤスーチェのカップラーメン食べたことないな。そんな人いますよ、私は。そう、同じですか。イエイ。そう、なんかでも私はチョコアイスとかだったらまあでも食べれるかな。でもバニラアイスだとムカムカしてくる、食べてたら。そう、まあでも私基本的にそうね、結構ね牛乳のアイスとか、まあ、そんな大きくなかったら普通に全部食べれるんだけど、ソフトクリームとかよくさ、サービスエリアとかでね、高速乗った時のサービスエリアでソフトクリーム買うじゃないですか。で買って1個持つんだけど、だいたい最後の方あムクムクしてきたーってなるんですよ。そしたらお父さんに渡すと、お父さんがピロンって食べるんで、まあお父さんに渡します。まあね、今の話聞いてて分かると思うけど、私のお父さんはでかいです。縦も横もでかいですね。もりもり食べて、もり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 、もうトドのように。そう、サボサス、ん、鎖骨か、私鎖骨出やすいタイプ、体型が、ちょくし、痛い、自分で殴っちゃったよ。生クリームは、あ、でも生クリームの方はなんかそこそこ食べれますね。でも昔はチョコケーキの方が好きでした。そう、牧場のソフトクリームとかも、でも食べたいんですよ、美味しいから。一口、うーん、5口くらい食べたら満足。牛乳とかは全然飲める。給食の牛乳も残さず全部飲んでましたよ、安心してください。お父さん身長どのくらい？でも178とかかな？ 190 ですとかではないです。まあでも日本の方って平均何センチだろう？ 170 とかなのかな？ 175？ それとも170かな？何センチですかね？ちょ、わかんない。女性の平均しかわからないんだけど。で、男性の皆さん平均何センチなんですか？日本の方って。ね、あの今日ちょうどね、31のケーキあるじゃないですか、アイスケーキ、あれ食べたい。ドラえもんがあるんですよ。で私の妹ドラちゃんってミッサーから呼ばれるくらい、まあミッサーがドラちゃんと呼んでるんですけど、ドラえもんが好きなんですよ。だから誕生日の時にドラえもんケーキ買ってあげたいです。シルノワールもね美味しいですよね。171なんだ。グラブジャム、あの一番甘いとかいうやつですよね。でもね、絶対食べない。もう最近お父さん年取ったから、なんか昔ほどバクバク食べなくなった。なんかね、食べるは食べるんだけど、なんかもういいやみたいになった。
横浜線でくらいなんだ。じゃあそうだね、ちょっと高いね。まあ正直何センチでもいいんだけどね。そうとか、ちょっと縦、ちょっとでかい、ちょっとでかいくて横もでかい。コメダ混んでる？そうなの？コメダナウ？何食べてるんですか？コメダはね、私1年に1回行くか行かないかくらいなんですよね。知るの？私のマミーは小さいんですよ、身長が。まあ、小さくはない、まあ、まあ、小さめですね。150なんで、ちょい小さい。そう、小さいですね。だからお父さんが178でお母さんが150だから、並んだら28センチ差があるんですよ、身長差が。だから結構並んだらね、でこぼこしてます。で私は100、でも私ね、もう3年身長測ってなくて分かんないんですけど、まあ、多分160いってないんじゃないかな、159なんじゃないかなみたいな、158から160くらいなんですけど多分だから私は家族の中で2番目に高いです身長が。そう、まあでも150、まあ160いくかいかないかくらいの身長まで来れたのは、まあ一応父のおかげですかね。でももうちょっと欲しいっす、165くらい欲しいっすね今は。女の子の平均でもね、そんなに低くなかったんいきませんね。155から7くらいじゃなかったっけ、調べます。身長平均、年を取ると思われちゃう。あ、なるほどね。でも私も若い時、あ、やっぱり 157.8 だから、本当私平均って感じだね。平均よりちょい高くらいか。アイス豆乳オレと、アイス豆乳オレとミックストースト、美味しそう。かき氷食べようかな。かき氷もう売ってるんですか？なんかね、ミスターたちとかき氷食べようと思って前ちょうどその事務所の近くとかのかき氷屋さんを回りに回ったんですけど、もう本当についてなくて全然食べれなかった、ありつけなかった。私コメダで食べたことあるの城のワールくらいなんですけど、お姉ちゃんは149なんですよね。だからお姉ちゃんより高いです。まあ後の妹はまだ成長途中なんでちょっとわからないですけど、そうしょうなんでしょう、しょうなんでしょう。ハッピーのママと妹に会った？それは本当に私のママと妹でしょうかでもよくね、顔面似てるって言われますね。妹が、一番下の妹が似てるかな。お代理くらい欲しかった。うん、お代理くらい欲しいね。のんのんの身長、まあ、のんのんほんと高いよね。でも私は結構かっこいい女性が好きなんですよ。結構なんだろうな、シャってスレンダー、なんかスレンダーっていうより身長高くてね、憧れを持ちやすいので、ほんとそんくらい身長全然あっていい。もう170とか欲しいですね、欲を言えば。かき氷高いよ、1000円くらいするから。どうなんだろうね、私の子供身長高くなるかな。もうお相手によるんじゃないですかこんばんは。歴代最高はリルちゃんの、いや多分ノンノンじゃない、今多分ノンノンの気がするんだけど、ノンノンめちゃめちゃ高いよ多分。どうなんだろう今ノンノンね、でも170ぴったりなのかな身長。でもアカリンより高かった気がするんだよな。でも170にしてどうなんだろう、どうなんだろうね、伸びてんのかな。でも170なのかな。でもノンノンは本当に高い。もう私と、なんか私ってなんか身長が本当になんだろう、中間っていうか、メンバーによってはめっちゃ高いんですよ並んだ時に。でも、まあ、周りのメンバーがおだえりとかみゆちゃんとか、もうそこら辺のメンバーになるとちょっと低いかなみたいな、ほんと中間くらいなんですけどの身長なんだけど、もうのんのんと並んだらのんのんこんな感じになるんですよね。もうほんとのんのんと並んだらみんなが小さく見えるそうそうなんですよ。
あと甘いもの好きなの、すごく好きではないかな。あのパンも惣菜パンの方が好き。のんのんはめっちゃ高いよ。でも175はないんじゃないかと思うけど、でも170超えてると思うはずかも。のんのんほんと高い、多分どんどん伸びてるし。えこのさ、多分のんのんの170ってさ、いつ更新したやつか分かんないやつだよねこれ。だってさ、で私の身長調べますよ。じゃあ今からあ、159いつ書いたやつだろう。150、まあ、でも159ですけどで身長ちゃんと測りに行きたいな。もう高1の4月に測った時から測ってないの。測ってみた、伸びてるかな。でもこの159も予想なんですよ。150、今お腹がすごい大きくなったんだけど、 158.5 とかだったんだよね測った時が。だからやってんだけど、何センチなんだろうと思って。そう、ノンノめっちゃ身長高い。本当にリラちゃんより多分、でもノンノは今チームメイトで一番身長高い。身長めっちゃ高い。そう、惣菜パン美味しい。私はね、小学校の時に習い事で地下鉄乗って習い事行ってたんですよ、小学校の時。電車ね。んでその時にこう帰る時にお腹が減るからパンを買ってたんですね。その習い事の入ってたところにスーパーが近くにあって、習い事の近くに、そこで必ずではないですけど明太フランスパンをよく買って帰ってました。伸びてるよね。健康診断ね受けてないんですよね。健康診断受けてないですね。あのね、学校ちゃんと行かないとね受けるときないよ私は高1のそのさ、6月に転校しちゃったから、その転校したとこはね健康診断なかったんですよね。でもゆいゆい160じゃないと思う。もっと高いと思う。わかんないけど、ルイユは162くらいありそう微妙な違い。あーそうだね、ひゆかちゃんとレミちゃんはね伸びそうな体型してるよね、身長が。ひゆかちゃんとかレミちゃん今も高いもんね。ハツカと同じくらいだもん。家の柱で測ってみたら。でも家の柱で測ってさ絶対誤差生まれるよね。そう、どんどん高いと思う。揚げたてのカレーパンが一番好き。あ、美味しいよね。あの私がね一回ね、なんて名前のとこだったっけな、愛知の方にあるパン屋さんのカレーパンめっちゃ美味しかった。多分読売新聞さんで紹介してると思うんで、ぜひ見てみて。そう、女の子はそうね伸びますね。小中で伸びますね。小学校中学校、私生えた時154センチだったから、まあ、どちらにしろ5センチは伸びましたね。市区町村で無料で受けられるんですか？聞いたことないよ身長測りたいって言ってた。人間ドック、でも人間ドックさ行かなきゃいけないよね。大人になったらもうお仕事で受けてくださいって言われるかもしれないけど、 AKB48 は言われないんですよ別に。なんか、あ、でも最近まあ、やっぱり定期的に受けてくださいねみたいな告白はあったんですけど、強制じゃないから受けないんですよね。だから身長測らないし、まあ、みんな若いと思う。ゆきちゃんがわざわざというのをあげただと。はるもとちゃん、めっちゃお腹鳴るんだけど今日ご飯食べたのに。あ、ほんとだ、今日は大丈夫だ。今日は修正必要なしだわ そうなんだ。そう、でも若くてもねなるかもしんないからね。ハットもまだ伸びる、190ぐらいまで。ほんと期待する。そうそうそう、で最近脳の検査してきました。健康な脳ですねって言われましたね、検査費めっちゃ高かったよ、まあ、そんなもんなんだけど1万5000円くらいした多分全部で。
ああ、1万5000円でなるんだけど、もう高いブランドの服買えるやん。でもまあ、無事って分かったね。それで満足。そうよ。脳の検査と身長じゃない、心臓の検査。そう、なんか自律神経なんですけど、多分なんかね、私は若い子って倒れやすいんですよ、多分ね。女の子とか、女の子関係ないな。多分若いこの時期に倒れる子いません？で、私ね、1年に1回倒れるんですよ。なんかいつもいろんな場所で倒れるんですけど、で、前も倒れちゃって、で、一応心配だから、まあ一応多分大丈夫と思いますけど、脳の検査と調べましょうね、見てて、大きい病院で調べてきたんですけど、もう健康な脳ですね、綺麗な脳ですって言われました。そう、まあ若いうちに、若いうちはよくあることなんで、まあそうなった時はって感じですね。そう、宇宙人か調べたんですけど、宇宙人でした。でも MRI はやりました、初めて。あれめちゃくちゃ、めっちゃ言葉が悪い、とーても時間かかるね、あれ。そう、とっても時間かかる。なんかね、そう、貧血、まあ、もともと、でもね、これなり始めたの、AKB ホテルと入って中3、中2の、まあ、中2とか中から始まったんだけど、あのね、特に何が悪いとかではなく、自律神経なんですけど、そう、いろんな場所でね、なるんですよね。でも1年に1回くらいしかないんですよ。そう、1回目はね、社会の授業を受けてる時で、でもその時はね、熱中症かなと思ったんだけど、2回目はレッスン中で、ユニットの曲のリハ中で、覚えてんだよ、今でも。埼玉スーパーアリーナの、私、週末ノットイットさん、ノットイットさんの週末ノットイットっていう、週末にキスをしようぜの時になって、またその1年後くらいにボイトレ行った時になって、で、私ボイトレの先生が助けてくれたんだけど、それからボイトレの先生に会ってないっていうね、行きづらくて、それでなって、でも2回、その時は勉強しに、まあ、図書館みたいな感じで自習室に行った時になって、でもその時ね、妹をたまたま連れてきてたの、いつも連れてかないんだけど、よかったん。あ、でもね、そんな急に倒れないから大丈夫。自分でも、あ、来たなって分かるんですよ。で、最近が、まあ、最近って言ってももう何ヶ月前かな、半年くらい前かな、がね、献血した後、ちょうどね、献血した時ね、ちょっとね、朝からなりそうな予感してたりしてたんだけど、そう、お家に帰ってる時になって、でもその時もお母さんがいたんで、でもそう、なりそうだなって分かるから、大丈夫。これは本当に若い子によくあるらしいです。来たなっていうのが分かるんですよ。で、来たなって思って、で、最初はすごい吐き気がするんですよ。で、吐き気がして、で、だんだん目の前が見えなくなってくるんですよ。で、目の前が見えなくて、いや、全然全然。で、目の前が見えなくなって、で、途中でもうだるくなって、こう意識がこうなくなったり、起き上がったりみたいなのを10分くらい繰り返したら治るみたいな。なんか自律神経がこう不意にぐちゃぐちゃぐちゃってなるみたいな、若い時期はみたいな感じのやつ、そうっていうのが1年に1回くらい起こるのが、この年代の子にはすごい多くてみたいな。別に特に何かが悪いとかではなく、この年代、この思春期の年代の子がなりやすくてみたいな。多分ね、今私と同い年くらいの方でこういうのなったりしてる子もいるのかなと、いるんじゃないかなと思います。でも本当に大丈夫、本当になんか、例えばそれが定期的になるとか、1ヶ月に1回になるとか、1週間1回になるとかだったら、なんか病気かもしれないっていうのがあるんだけど、そう、私自身ね、本当1年に1回あるかみたいな感じだから、1年に1回っていうのは、
まあ、病気ではないみたいな。そう、まあ、若いからね。若さアピール？若いからね。まだ18歳。もうね、あと3週間くらい、2週間くらいで19になっちゃうけど。そう、話だけ聞くこと怖いですよね。なんか私は何か病気になってしまったのかと思ったけど、よくあるらしいです。なんかいとこのね、いとこのいとこもね、私にとってはいとこじゃない、まあ、親戚ですかね。血のつながってない親戚ですかね。まあ、いとこのいとこもね、よくなるらしくて、そういうこの18歳、19歳とか時になってたらしいです。だからあるらしいです。そう。でもね、多分ね、なんかね、うん、まあ何でもいいや。なんで心配はしずに、でもこういうのがあるらしいですよっていう雑談ですね。私も長生きしそうですよね。なんか、ふんつくばって、なんかふんつくばって、もう死ぬ気で生きてそう。死ぬ気で生きてそう。うん、言うかしな。私はね、私のひいおばあちゃんの、私のひいおばあちゃんの口癖が、私はね、カツカツ生きてますだったらしいんですよ。お母さん曰くね。私はもうね、カツカツ生きておりますって言って100歳くらいまで生きました。カツカツ生きてますってもうなんずっと言ってカツカツ生きてるんだけど100歳まで生きてましたよ。そう、ドボンのトップが私になったらしい。まあ気をつけますね、そうなった時は。ニーヤさん、レインボースターありがとうございます。カツカツってわからん、あれ方言これは。カツカツ、もうギリギリでみたいな。あ、これカツカツ、あ、そう、カツカツ、これ方言じゃないよね。カツカツ意味、これは方言ですか？違うよね。うん、大丈夫だ。そう、金さんは、間違った、金さんは100歳、元ちゃんは100歳。ほっこゆいり30秒おめでとう。アットマーク、歌団集めたい香港ブームさん、ありがとうリンボースター。そう、今日ゆいりさん誕生日なんですよ。にぎやさん、ありがとうリンボースター。タンベマーボーさん、ありがとう。今日ゆいりさん誕生日なんですよ。なんか LINE で直接おめでとうございますちょ送ろうか迷ってますけど、ツイッターでは言ったから、うん、伝わってたらいいな。そう、ギリギリさよならが言えないよとかで微笑んだ。お祝いですね。ゆいりさん今何歳？24か。24?24。カツカツの意味、空間的時間的な余裕がないこと。机の空きがカツカツで通られへん、時間カツカツやというように使う。キチキチいっぱいいっぱいも使う。だって全然余裕がなくて苦しいさ。24歳か、早いね。なんか私がイメージ、22歳くらいのイメージだな。私のアイコンいまだに追ってきてめちゃんだけど、でもアプリ開いても普通にゲームできるんだけど、なんかアップデートしてくださいとか出るかなと思ったけど、別にアップデートされるのなんか長押ししたら出るかな。あ、来た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 、アップデートできる。この写真微妙にブスじゃないですか。この写真微妙にブスエグですよね。そんなこともない、そんなことはない。そんなことはないか。おお、私になった、すごい、スマートフォンの中に私がいる、すごーい。あ、もう7時25分、1時間経つわ、やめなきゃ。じゃあそろそろランキング見たいと思います。
24歳のイメージ、大人ですね。でもほんと AKB48 入って思ったのは、月の流れは本当に早いから、あ、大人だなと思っても、絶対すぐ自分が24歳になる日が来るんだろうなと思います。ちなみに知ってました？ちょっと私、色気みたいなのはないんですけど、セクシー路線に行く予定もないんですけど、ここにほくろができたんですよ。ほくろがあるんですよ。ちょっとセクシーだなって自分で思いましたっていう話です。どうでもいい、それを自分で伝えるっていうね。あんまこういう服着ないから気づかなかったでしょ。気づかなかったでしょ。そうなんですよ。ここにほくろがあるんですよ。これでもね、ここ最近できたの。ここ最近って言っても3年4年前なんだけど、なんかある日不意にパッて鏡見たら、なんかここにどでかいほくろができてると思って気づいたらできてました。それではランキングを読みたいでございます。おじゃる様、おじゃる様、13位ちまさん、ちまさんありがとうございます。すいません、ちょっと発作が出てしまいました。ちょっとなんか12位スノーさん、スノーさんありがとうございます。スノーさんありがとうございます。11位ワクさん、ワクさんありがとうございます。ワクさんありがとうございます。10位フォーコ、ユイリー誕生日おめでとう。あとマクタダツみたい香港ブームさん、フォーコさんありがとうございます。フォーコさんありがとうございます。9位おかっきーさん、おかっきーさんありがとうございます。おかっきーさんありがとうございます。8位じゅんやさん、じゅんやさん耳がかゆい、じゅんやさんありがとうございます。ありがとうございます。7位ヌドギウディーンさん、韓国の方なのかな、ありがとうございます。サランヘヨ、サランヘヨ、サランヘヨ、ニハオ、おーアイニーマガダハポンポー私の知ってる多言語。6位ヒラギアとマーク、ハツカさん、ヒラギさんありがとうございます。あ、ひらぎ、あとマーク、はつか一番かわいいさん、ひらぎさんありがとうございます。5位のりーさん、のりーさんありがとうございます。のりーさんありがとうございます。4位わさっぴさん、わさっぴさんありがとうございます。わさっぴさんありがとうございます。3位チョコミント、あとマーク、お洋服めっちゃ似合ってる、どっかで全身していいですよ、またお話し会とか決まったら聞きたいですね。チョコミントさんありがとうございます。で2位はエースのアペアとマーク、ゆうやすさん、エースのアペアさんありがとうございます。そして1位は西安とマーク、ブックロ T シャツさん、西安さんありがとう。あれだ、新アイコン見ました、いいですよね、いいですよね、前髪が、うーん、またね。ということで今日は6時から1時間半かも、はい、スガキ屋の話が印象的な配信でしたね。皆さんどうですか、楽しかった、ありがとうございます。私も皆さんと会話ができてとても楽しかったです。それではまたね、バイバイ。